待って、守護霊いるのかな。守護霊とかなんかさ、動物のやつってさ、いつ出すんだろう。え、じゃあ今回のさ、あんのかな。ペコーラ、猫かウサギがいいな。猫かウサギ、守護霊欲しいな。守護霊もできんのかな、いずれ。お前はヘビや。違うよ。さあ、ヒューヒュー、ヘビ語喋れるんですか？当たり前よ。安いんだよ。わかりました。え、かわいい。マコゴナガラ先生の猫か。わ、うちのゴロちゃんもゴロゴロ言うのよ。リアルだね、この猫。飛ばしてみよう。レビオーサ。あれ、うまくいかない。見ててね。猫は高い人好きだから。あれ、行かないの。ルームメイトが怒るから。レビオス、レビオス、レビオス、行かない。なんで。レビオソ、レビオソ。いやいいよ、飛んでるよ。羽なら彼氏簡単そうだな。次は少し大きいものを試そう。はい、先生です。うわっ、いいな、この音。タタ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 先にレビオスをかけてから基礎呪文を唱えるんだ。わかりました。よく覚えておくこと。レビオス、よろしい。君はよくやったね。羽ばたきたがるな。苦しや、イタリア。あ、我を忘れてた。よろしい。決闘に勝る練習方法はないからね。え、まずはそこの二人、両者位置について始め。レビオス、悪くないな。しよしよ、ここね。運なんかじゃないよ。これが初めての運じゃないよね。私の覚えが。みんながこんな風に優秀なのね。セバスチャン、ナイス、よくやったわ。初心者にしてはやるな。いえいえ、負けてなかったぞ。お前負けてたけどな。先生、ペコが本気です。魔法の授業を本気でやって何が悪い。痛っ。